皆さん、こんにちは。今回は新型ハリアーについてお話しします。これは自宅で盗難にあった初代ハリアーです。そしてこれが急いで購入した2代目のハリアーです。3代目のハリアーは 2000cc で高回転域のエンジン音が気に入らず2年で乗り換えました。 2000cc ターボエンジンを搭載した抜群の加速とエンジン音で過去最高のハリアーです。そしてこれが新型ハリアーです。ハリアーハイブリッド Z グレードです。カラーはスティールブロンドメタリックです。それでは外観から見ていきます。この色のハリアーは街で走っていてもあまり見かけません。スティールブロンドカラーですが、太陽光に当たるとシルバーやホワイトのような色合いに見えます。このカラーを選択した理由は、ホワイトやブラックは家族から反対があったことや、前者のシルバーに近い色合いであったことが大きな要因です。後ろ姿はシンメトリーで、均整の取れたフォルムは存在感を醸し出しています。中皮の消えたシンボルマークはハリアーのアイデンティティを希薄にしています。これから5年後、ハリアーの事業を知る人がどれだけいるでしょうか。